さあどうもこんにちは、沖縄です。今回は12月の28日ですね。3時から新しい更新日でお知らせ入っているんで、そちらをまとめて紹介させていただこうと思います。ごめんなさい、ガチャ動画をねずっと撮っていたんで、ちょっと声がおかしくなったりね、滑舌悪くなったりしてるかもしれないですけど、よろしくお願いいたします。で、まあ重要なところから見ていきましょうか。まずはですね、こちら前回の赤ベジットが実装されましたというわけで、これマジで完全サプライズで震えたんですけども、まあ入手のね方法がありまして、覚醒 Z パワーはですね、長時空決闘の報酬のメダルですねと交換するのと、あと冒険イベントでも手に入るんかな、うん、きな粉餅を集めることによって覚醒 Z パワー交換できるみたいなんで、これを活かしてやってもらえたらなと思います。まあとりあえず PVP しまくれってことですよね。で、その冒険イベントが新しく切り替わっているので遊んでくださいって感じでございますね。で、人気イベントのなんかね、ここら辺のベジットとか新しい、ブロリーとかの無課金キャラクターがね出てるんですけども、これゴジータとかね、前の全力激闘バトルとかも復刻しているんで、ぜひともねやってもらえたらなと思います。多分ね新しいレイドのボーナスとかにもなってるはずなんで、遊んでもらえたらなと思います。はい。さあ、そしてレジェンズバトルロイヤルの神の木、これについては昨日の放送でも言われていたかなと思いますが、神の木のキャラクターだけが使えるやつですね。で、今回は18戦できるみたいなんですよね、まとめて。で、称号なんですけど、どうなんだろう。あ、なんか特殊ルールがある。ドラゴンボール付与率ダウンと、あ、味方が落ちるとなんかダメージがアップするみたいですね。なんだそれって感じです。称号なんだけど、これ結局18勝しないとマスター戦士取れないんかな、ちょっとこれが分かんないんですよね。18戦できるんですけど全勝しないといけないのかっていうのは、ちょっとまた見てみないと分かんないです。さあ、そして明け止めレイドがね実装されます。これブロリーと戦うみたいですね。で、2023のメダルを集めるといった感じで、まあブーストキャラクターがこんな感じということで、まあゴジータブルーで回りまくってほしいって感じなんですかね。ただまあ最近のレイド結構簡単なんで、多分極ベジとかでも思われるんじゃないかなって思っていたりしますが、基本的にははい、ここら辺の SP キャラクターめちゃくちゃブースト乗ってんだこれすごいですね。はい。で、まあ無課金のキャラクターたちもボーナスもらえるといった感じなんで、編成してもらえたらいいんじゃないかなと思います。まあこれまたね、石、13000個もらえるんでクソでかいですよね。で、フェスティバルメダルの交換所が追加されたんだ。何が変わってんのかちょっとわかんないですけど、あ、新しいイベントでフェスティバルメダル入手できるってことね。まあそれはそんなに関係ないかな、といった感じでございます。まあイベントとしてはめちゃくちゃでかいのがボーンって出た感じじゃないけど、とりあえずこの新キャラクターのね、ウルトラのゴジータブルーがやばすぎるんで、これねガチャ動画バコバコ出していく予定なんで、ぜひねご視聴いただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。はい。マジぶっ壊れなんでね。で、ニューイヤーセールが始まっていると。これまあ一応マンスリーのやつとかもありますし、まあ基本的にいつもと同じセールですね。ニューイヤーセールと言いつつも。って感じです。はい。そんなところかな。あとは新しい覚醒フラグメントが追加されていたりといった感じですかね。うん。細かいところ喋ると結構あるんで、そちらについてやっていこうかなと思います。まずね、なんかユニークフラグメントがね、どっかに追加されてると思うんですけど、まだ使えないんですかね。ちょっと見ていこうかな。ユニフラどうなってるんだろう。昨日の放送でね、なんか新しいユニークフラグメントが登場して入手できるように、これどこで入手するんだろう、僕ちょっとわかんないんですよね。はい。ということで、多分新しい PVP とかなんかな、共闘のシーズンっていつ変わるんだ。あと2日だから、これが終わってからってことなのかな。ちょっと知ってる方いらっしゃったらぜひとも教えてほしいなと思いますが、基本的にまあイベントは金曜日あたりから新しいの始まっていくって感じなんですかね。さあ、そして、フェスティバル激戦なんですけども、これ新しくね、ゴジータ追加されてるんで、まあ当てた方は使ってみたらいいんじゃないかなと思いますが、多分めちゃくちゃ簡単になってると思うんで、はい。オートでもいけるんじゃないかな、ゴジータ当てたら。やってみてくださいと。ストーリーがね、更新されてるんかな？まだなんかな？ゴジータと、あ！ストーリー追加されてるわ。これもちょっと、遊んでみたいですね。はい。じゃあ、終わろうと思います。
ぜひ今日もね、これから使ってみた動画とかたくさんね、動画上げていくんで、ご視聴よろしくお願いします。登録お願いします。お疲れ様でした。ん？いっちょ行くぜ！こっちだ！やだ！ほい！ブロリン！そうだ！覚悟するんだな。無駄だ。覚悟しな。またやろうぜ。よっしゃー！そしてこいつがスーパーベジット。俺を倒して証明してみな、お前の強さを。よっしゃー！メガスーパーベジット。あれだけいろいろ合体してその程度とはな。いいもんになるぞ。覚悟はいいな。ダメだ。たまには苦戦してみたいもんだぜ。俺は悟空でもベジータでもない。俺は貴様を倒す者だ。フュージョン！俺は貴様を倒す者だ。クライナー！行くぞ！少し本気を見せてやる。では覚悟しろ。これが最強のフュージョンだ。